宴はまだまだ五合目。なぜ語るのか。そこに改ざんがあるからだ。後編も山にまつわる怪談もたんと語り合うがよい。まあ鳩だからかな。鳩ってちょっとテンションおかしいもんね。普通に。確かに確かに。鳩って思うと確かに。語る意志を沿うような感じ。じゃあ次は誰から。どなたが。じゃあ私が。はい。これはあの秋田県のですね湯沢市の水瀬地区というところで聞いた話です。これはどういうところかというとあの、栗駒山ですね。秋田と岩手と宮城にまたがってる大きないい山なんですよ。そこでね山仕事をやってる方で北日本作道というね、会社をやってる方から聞いたんですけども、この作道というのはまあ普通ね皆さんあまり、こうお聞き覚えのない、言葉かと思いますが、山の上で切った木をね丸太をですね収材するわけですよ。そうすると谷にあの張ったワイヤーでですねそれをこう集めてガーッと下ろすという、まあ、昔ながらのやり方で、今はもう林道が発達したんで、まあ、こういうやり方っていうのはねワイヤーで収材するというのはまあ少ないそうです。ただ少ないとはいえ日本の山は険しいので、まあ、どうしてもそのワイヤー使わないと下ろせないというところもまだまだあるそうです。まあ、そこの方がね社長さんがちょっと金子さんっていうんですけども、その方が話をしてくれたんですよ。もう今からですね20年ちょっと前のことです。まあ今も昔もそうですけど山奥で作業してるわけですよね。である現場でですねちょっと不思議なことがあったんだって言って話してくれた。ある一人の作業員の頭にですね枝が当たったっていうんですよ。まあもちろんその人もヘルメットはかぶっていたと。でそこに枝が当たったんだけど直接は当たってないんですよね。それもその命取りになるような致命傷がこう与えられるような枝ではなくて本当に細い枝がポーンと落ちてきたんです。直接当たってない地面に落ちたんです。地面にポンって当たってそれがくるくるっと跳ね返ってその人のヘルメットに当たったんですよ。カツンって本当にカツンっていうぐらい。だから誰も気にしないんですよね。そんなの、 あの事故でも何でもないから。それがカツンと当たった瞬間にその人ねちょっと立ち尽くして後ろにストンと腰を下ろしたんですよ。でそのまま横にずっと寝るように倒れ込んでいった。で最初よく分かんなかった。誰も動かないから駆け寄っておいどうしたんだって言ったらもうその人死んでたんですよね。まだ息をしてたじゃん。もう死んでたのその場で。みんな分からない何が起きたかが。見たのは細い枝が一本ポンって当たってカツンって当たっただけなんですよ。でこれは一体でもねどうしたことだって言ったってもうそこで人が死んでるのは事実ですからやっぱり警察も呼ばないといけないし、でも警察を呼んでも結局外傷も何もないし、まあこれは急死だなということで片付くわけで、この後がちょっと不思議な話をさらに聞くんですが、でその人が実は亡くなる前に親戚の方とですね温泉行ったんですよ。すぐそばに温泉があって、で一緒にこう風呂入っててね、あーって言って、おめさとも風呂入るのは今日で最後だべって言ったんですよ。と言われた人は意味がわからないわけですね。いきなりそういうこと言われても、だからその返事のしようもなくて何を言ってんのかなと。で終わるわけです。次の日の朝、その亡くなる数時間前ですね、その作業に向かう準備をするところ、あのロッカーみたいなところあるんですよ。だからその人がね片付けを始めたって、きれいに片付けていくんだそうですよ。で周りで見ててね、その時ね異様なぐらい丁寧に片付けるって言うんですよ。だからすごく印象に残ったの、周りの人がこの人なんでこんなにきれいに片付けるのかなって。で私これ聞いた時に、まあ多分その社長も同じこと言うんですが、その方ね、なぜかは分かりません。何らかの理由で自分のその死に時っていうのが多分分かってしまったんだと。何かその時のサインみたいなものがおそらく私は決まってたんだなって思ったんですよ。それがあのカツンだったと、まあ、当たった瞬間にああ俺はもうここで終わるんだねってスーッと後ろに腰掛けて寝るように、まさにもう安らかに世を去ってるんですよね。ただやっぱりその栗駒のね山中でその人って本当に最後ってどういうふうに見てたんだろうなって、それを思うとねちょっとなんかこう、切ないというのか辛い気持ちはしましたね。はい、こういう話は聞きました。ほとんど同じような話を聞いたことがあって、ある大阪の有名な芸人さん、
女性の芸人さんなんですけど、ある日突然、私な、いついつの年末に死ぬねん、急に言い出した。それも何月何日の何時まで言って、で他の芸人さんが、何言ってますね姉さん、そんなわけないですよ、いや私この日死ぬねん死ぬねんってずっと言ってて、でも病気の兆候も何にもない、普通なんです。でその日の年末忘年会がなんかやって、その時もちゃんと出席して、で彼女が予言した通りの日にポコッと亡くなった。それは病気か何か。いやでも病気でも何でもないです、突然死なんです。やっぱり先ほどの話と同じように、うん、そう、もう心不全みたいな、急性心不全みたいな、みたいなんです、ね、うん、何をそう思わしたのかね、どんなメッセージがどう降りてきたのか分かんないですけど、本人しか分かんないですけど、昔の後田隆かなんかエッセイで書いたのか、なんか昔 の、 そのおばあちゃん、まあ、死に装束とかはやっぱり手作りなわけですよ、昔そんな既製品とかないから、うん、から全然元気なのに、ある日死に装束作り出して自分のだっつって、はい、ですごい時間かかるわけですよ、何ヶ月、下手したら1年ぐらいかかって、でちょうどそう作り終えた日にパタッと死んじゃったって。あれ私山のやっぱりその旧家で、うん、代々同じ月の同じ日に当主が死ぬっていう話聞いて、あ4代ぐらい続いてる、僕もそれ聞いたことありますわ、ね、同じような話ありますね、うん、何なんでしょうかね、不思議ですよね、ああいうのも。じゃあ私行きます。はい、はいはい、お願いします。これはもう僕 の、 あの階段仲間の S さんっていう方、この人は新潟の出身で、でも山間部のね、田舎の出身なんで、まあ幼い頃は よく山で遊んだんだ。でそのお父さんも山に詳しくて、お父さんはあのな、素人は山に登らん方がええぞ、危ないぞって、まあ常々言ってたらしいんですよね。でまあ S さんの、まあ高校生の頃なんか山登りがナウイっていうような時があったらしくて、というか山に登る人はおしゃれだと、でモテるためには山登りだっていうことがあったらしくて、まあ雑誌だとかテレビのワールドショーなんかで紹介されて、でアベックで、ね、今はカップルというとかでその山にキャンプに行ったりだとか山登ったりするのが、まあ、トレンドだったという頃に、俺山登りすんねん好きやねんってまあ言ったんだけど、クラスメイトからそう突っ込む、お前山登ったことないやんって、山登りの道具持ってないやんって、その聞いたことないわって、いや俺は山登りできるからするから今度日曜日もするしみたいなこと言って、え本当に行くの、何だけだけ行くよって言って寄っちゃって、本当に行ったんだって日曜日に、であいつ本当に行ったらしいぞと、え大丈夫か初心者ぞって、まあ、心配してたら、案の定夜遅くなって家族の人から、あのうちの息子戻ってきませんってなって、ほら見たことかって言って、まあみんな集まって、で要は消防団の人だとか警察と一緒にその山に行って、で、まあ、山狩りをしたと。朝になってその A 君が見つかったのが、えなんでこんなところに来たのみたいな、谷底みたいなところで見つかって、でとにかくもう両足骨折してるし、もう衰弱しちゃってるんで、そのまま病院に搬送されて、そのまま入院になったんですよね。でようやくまあ容体が落ち着いた頃に、何があったの、なんであんなところにいたのって話になった時に、まあ、こういう話が出た。あの日午前中非常に晴れてたと、あこれは楽勝だなと思って、まあ、登ってると午後になって天候が崩れてきたと。でその稜線に沿ってこうワイヤーが張ってあったんだけども、どうもその通り言ってんだけど、地図を見るとなんか離れてきてるんで、どっちが正しいんだろうと思ったんだけど、でもこのワイヤーを伝って登山客は行ってるようだから、もう地図が古いのかなと、まあ、彼は思って、でそのままワイヤー伝って稜線ずっと登っていくと、あやばいと思った。そのワイヤーが導いたところはもうなんかもう切り立ったような岩があって、崖があってみたいな、あこれは違うと思った時に足を滑らしてザザザザザザッと下に落ちていって、河原にドーンと転落したんです。でその拍子に両足の膝を割っちゃって動けなくなった。でうわどうしようと思ってふっと見たら、まあ、上の方にそのワイヤーがあって、で空がこう晴れてきた。でとりあえずもう動けないし、ここで待つしかないと。で待ってると、まあ、そこにワイヤーあるんで、まあ、登山客も来るだろうから、でその時に助けを求めようと思って待ってると、
天気が良くなってよかったなっていう声が聞こえてきたんで、すいませんすいません助けてくださいすいませんって大声上げた。僕滑落して下に落ちちゃったそうです、足も動かないんです、助けてくださいって言ってると、岩陰からひょこっと顔を出したのが30代後半のなんか面長の男だったと。ああそれは大変だねって言って、あ助けてください動けないんです、ちょっと待ってね、たらそのだいぶある崖なんだけども、いつの間に降りてきたのか、もうそこにいて、大変だねどうしたの、足動かないんでどうしましょう、ああこういう時はね降りた方がいいんだよ、降りられる、いやちょっと無理だと思います、じゃあ僕は肩貸し上げるから、じゃあ行こう、というか下に行くしかないんだよ、下に行けば稜線があるから、道があるから そこまで行こうって言って、しょうがない、もう彼を信用するかしょうがないんで肩貸してもらって、でまあ歩き出したんですけど、両足骨折してるんでもう歩けないわけですよ。それでもまあ彼を信用して降りるしかない、浮き石を踏むたびにガッと激痛が走るし、足も動かないし、汗はダラダラ出てくるし、熱は出てくるし、体は冷えるし、怪我人をなんでこんなとこ歩かすのってところを歩いていくわけだから、それを察したのか、その男もいや辛いだろうけどもね、これしか方法はないんだよ、しばらく行くと川が流れてるから、そこまでとりあえず行こう、そこまで行けば稜線のある道行けるからって言って、信用してもうたくたん流れながら行って、もう限界、もうこれ以上歩けないです、そうか、でも耳澄ましてごらん、川の流れが聞こえるだろう、あ聞こえます、うん、もう近くだから、もうそこまで行ったら助かるから、いやでももう これ以上歩けません、あじゃあ君そこで休んでて、僕水汲んできてあげるからちょっと待っててねって言ったっきり戻ってこない、大声出して、でも、もう反応もしないし、辺り見るとここどこって、こんなとこ人来るわけないじゃん、ここに来るんだったらさっき滑落したところにいた方がまだ助かったかもしれん、でも大声出すんだけども何の反応もないし、男は戻ってこないし、で日も暮れてきたんで、あもう俺死ぬなと思ったらしい、そしたら朝になって、まあ、仲間に見つかったっていうことを彼は言った。みんなからお前なって言って、そういう時に下に行くバカがいるかって、こういう時は上に行くんだって、上に行くと、まあ、上に行く選択肢は一つしかない、で上に頂上に行くと、まあ、登山客も来るだろうけど、下に行けばどんどん選択肢が広がっていって、どこ行ってるのか分からなくなるし、お前みたいに滑落したりだとか、怪我してる人間はもうどんどんそれもひどくなる、なんでそんなことをしたんだって、もいやだって男がって言うわけ、でもお前よくあそこで助かったよなって、なんとか沢っていうとこだろ、そうそうそう、あそこってなぜかあの山で遭難した人が死体として見つかるのあそこなんだよね、必ずあの山で遭難した人間はあそこで死体で見つかるんだよね、よくお前助かったよねって時に彼はゾゾッとしたんだって、えじゃあ俺はそこにわざと連れて行かれたのってなったわけ、それどんな男だったって言われた時にハッとした、まずその男の面長という印象はあるんだけども、顔はのイメージがないんですよ、しかも彼の肩を借りてこう歩いて下をずっと見てたんだけども、自分の影はあったけどもう一人の影はなかったと記憶がある、だから顔はなくって影が今覚えはなかったんだよね、でもね S さんのお父さんはそれで あれはきっとね俺思うんだけど、滑落して落ちて顔をなくしたか獣に顔を食われたやつだろうね、それが仲間を集めようとしてそういうことやってんだよねって、まあ、彼は言ったらしいですという話です。うわいや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 、ちょっと鳥肌がこれ私ね奈良県の大峰山系で聞いたというか、あそこすごいたくさん人がいなくなるんですよね、うん、って遭難する人が多くて、町役場の人がちょっと資料を見せてくれたんですよ、それはすごく興味深い資料で、話を聞いた時から5、6年前だったかな、一人で入った人がいるんで大峰さんに、それで1日目ぐらいにもうねもう初っ端ですよ滑落しちゃうんですよ、ほっこっちゃって、それで動けなくなってしまったんです、
でそこからその人ね発見されるまで1週間か8日ぐらいかかるんだけど、その間のことを克明にねメモしてあるんですよ。それちょっと見せてもらったんだけど、もう1日目滑落した段階から目の前にいろんなものが現れるんですよ。まずヘリコプターが飛び回る。で自分の名前呼んでんだって。ああこれ助かるんだなと思うけど全然近くには来ないんだって。いつまで経ってもずっと回っていなくなって、で見つけてもらえなかったって。やっぱ動くと危ないと思うから、まあ、動かないようにしてるわけですよね。でもそこは登山道からも離れてるから、そこにいてもラチは開かないんですよ。それでどうしようかと思うんだけど、なかなか踏ん切りがつかなかった。そうするとこうやって見るとね、なんか斜面の下の方にね建物が見えたって。 お寺みたいなすごい立派なのがあって、うん、あそこに行けば人がいるんだと思ってそこに降りていくんですよ。ところが入るとこがない。どうやっても入れないんですよ。で困ったな困ったなと思って、今度は闇の中に自動販売機が見える。自動販売機、あれなんか飲み物買おうと思って行くんだけど行くとないとかね、その連続なんですよ。それでね途中でね、何だったか、下に車が来たって言ったのが、道があって車が来たから、あれに行かないとダメだっていうんで斜面を駆け下りていくんですよ。でその時にその人ね、持ってた荷物全部放り上げてんの。それなんでそういうことしたかわからない、当人もわからないって言うんだけど、で何にも持ってないし靴も脱げてるし、そうするとすごく目が悪いんだけど、眼鏡もなくしてて、もうとんでもない状況に陥ってしまってるんですよ。でも下行くと道もないんです。で朝になるとまだ相変わらずねヘリコプターが飛んでくるそうですよ。何々町の何々さんって返事してくださいって明らかに聞こえるんだって。でそれをね、よくあの人生きてたなと思ったけど、1週間ぐらいそういうのがずっとあって、やっぱりここにいちゃダメだっていうんで必死になって登っていくんですよ。やっぱ登山道行かないと人来ないから、やっと登って登山道に出てしばらくそこでひっくり返ってたら発見されるんですよね。その人が言うには、いやあれは全部幻覚であり幻聴だと、はっきりと全部してるんだけど、あれは全部幻覚であり幻聴だって言うんですよね。でもその時の当人には間違いなくそこには建物があって、間違いなく自動販売機があって、間違いなく軽トラが走ってて、全部それは間違いなくか感覚としてはあったって。だって中山さんが実際ね、そのつい最近山の中で鉄塔を発見みたいな、秘書の方も見たって。そうそう、で三上さんも見てんのよ、うん、三上さんは、ね、あそこに鉄塔だろ、あそこ行こうぜったら普通の木だったのよ。これが欲しいみたいなものを、だからそう自分の欲するものを見て、うん、でもねそれが幻覚と分かった途端にがっかりするのよ。がっかり。いや、山の中では本当に不思議なことが起きるものだな。ここで階段から少し離れて、吉田氏が九州の山で取材した不思議な像を紹介してもらおう。はい、わかりました。答えろんや、あれに答えろんや。まあ九州の島原の方なんですけどね、あの辺りって変な天狗の像があるんですよ、はいはい、でそれが一体何を表しているのかちょっと分からないですけど、本当に結構変なビジュアルなんですね。でまずは口の津町、口の津町っていうところの宝山神社っていうののコンピラのお堂ですね。でそこにある、でちょっと見づらいんですけど、はい、ちょっとでも変だなって感じ分かるでしょ。翼が横に張り出てるように見えます。そうですね、まあ、天狗は翼あるにはあるんですが、はい、その翼のフォルムもちょっとなんか独特というか、あまりこう天狗らしくないというか、うん、現地でも有翼少年像って言われてるんですよ。有翼少年、はい、はい、翼のある少年なんじゃないかって、天狗ではなく有翼の、はい、まあ、言っちゃえばこれハート型でしょって言ってるんですね、はい、うん、翼が、そうですね、うん、で顔がこれでもやっぱりちょっと見づらいんですけど、うん、やっぱりなんかね外国人っぽい、で髪もちょっと外国の人っぽい髪、うん、でこれはこれとしてある。でも他にもやっぱり同じようななんかちょっと外国の人っぽい顔のハート型の天使みたいな翼をしてる天狗像っていうのがこの辺ちょこちょこあるらしくて、
その中でも一番これすごいよねっていうので天使天狗像っていうあだ名がついてるんです。それ地元の確かに学校の先生が見つけてそういう名前つけたのかな。それはやっぱり島原のこの口のつとかは港の方なんですけどもっと山奥です。本当にもう林道がちょっとあるぐらいの道なき道みたいな感じのところを行って、まあ、こう天使天狗像って今ではこういうちゃんと案内標識も立ってるんですが、この奥に岩の石段があってこういうふうにちっちゃいですよ、ちっちゃいお堂みたいな祠みたいなのがあると。でここにいるのがこういうちょっと変なフォルムの天狗ですよね。でもうちょっとアップにしますね。ちょっとコミカルっちゃコミカルだしでも天狗の造形ってあんまりこういうふうにはしないですよね。特に顔、うん、まあ、翼はね天狗はあるんですけど翼のフォルムもちょっと確かになんかハートっぽい造形をしてる。で、まあアップにした方ですね。天狗って鼻が高いわけじゃないんですよ、はい、鼻が長いんですよ、はい、あれって。ただこの天狗はやっぱり、ね、高いんですよ。高いで確かに外国の人っぽいというか南蛮人っぽい、うん、顔立ちだなっていう、まあ、言い分はちょっとわからなくもない。まあやっぱり言うのは隠れキリシタンですよね、はい、うん、でキリシタン遺物っていうものが一ジャンルとしてあって島原なんていうのはまあ本場っちゃ本場のところなので、これもやっぱり隠れキリシタンがあのキリスト教を隠してバレないようにマリア観音みたいな感じで、エンジェルだったり、まあ、あるいはまあイエス・キリスト本人かもしれないけどこういう天狗ですよって言い訳できるように、あるいは宣教師を模してたりして作ったんじゃないのっていう人もいます。でそれは同じ山の中でもうちょっとこれあの麓の方に降りていったところにこういうお堂もあって、ここに山の神の石像があるんですけど、まあ、これ普通に、まあ、山の神って、まあ、こっちはもっとシンプルな、はい、あの ただのっていうか人型の石なんですけど、ここのところにある玉座みたいなところにこう斜めの十字が入ってるんですね。まあ、アンドレア十字って言ったりするんですけど×印ですね。でこれは隠れキリシタン遺物のジャンルの中ではこれ絶対隠れキリシタンでしょっていう風に言われがちな、もしかしたらだからね修験道とかも山の奥でやっている宗教だったり、まあ、信仰形態なわけなんで、確かに隠れキリシタンたちがカモフラージュするにはちょうどいいっちゃちょうどいい、それの表れが天使天狗像。まあでもまあそこまで荒唐無稽根も葉もないことではないかもしれないなという、まあ、特殊な山の信仰のお話でしたね、はい、じゃあ次は誰にしましょうかね、はい、じゃあ私お話しさせていただきます、はい、あの山登りが好きな男性のお話 で関西に住んでおられるんですけど、あのある時同僚の人とちょっと休みを合わせてどっか適当な山登りに行きましょうよっていうことになって、でまあ2人とも飲むのも好きだったんですよ。なんでその昼の間にパッと登って、で夕方をどっかで飲んで、で夜中どっかビジネスホテルで帰って寝よう、そういう計画で車で出かけたんですよね。で午前中に岡山県の某神社のその駐車場に車を止めて、でその神社の本堂からこう登っていけるその参道がこう山道になっていて、で上の方にもちゃんとこの参りできるところがあるので行く人は少ないけども登山にはうってつけというのをネットで見て、でここにしようって決めたんですよね。で2人でちゃんと山のその装束でその仲見世通りをこう通っていって、で立派な本堂をこう脇に入っていくと、そこからその山道が始まるんですよ。で登り始めるんですけど、登ってみるとその山道がそのネットでその調べてた情報よりも体感的にすっごいこう険しくって、で大体3時間ぐらいで行って帰れるっていうふうに目算立ててたんですけど、どうやらまあそうはいかないかもしれない。
ちょっと気をつけていこうって登ってたら、だんだんちょっと霧もこう濃く立ち込めてきて、気をつけようっていうんで2人でゆっくりゆっくり登るんですけど、もう向こうから降りてくるような人もいないんですよね。道とかも、まあ、階段はちゃんとこう整備されてるんですけど、落ち葉とかがこう積もって朽ちてて危ないんですよ。で一歩一歩こう歩くんですね。そしたらある時にこの男性がぐっと何かに足を取られちゃうんです。片足取られちゃう。でそこからちょっと抜けなくなっちゃうんですよね。なんかが靴底に刺さっちゃった。でちょっと待ってって言って、その刺さったものを確認したら、地面からこう鉄の棒みたいなものがちょっと飛び出てる。でそれをこう靴の底から縫って抜いて見てみると、なんか錆びてるその鉄なんですよね。でちょっとあれってそこで思うんですよ。周りはこの朽ちた落ち葉で茶色く黒くなってるんですけど、そこの錆びた鉄の周りだけぺちゃんこになった藁があるんです。それがね、藁人形なんですよね。でうわーと思うんです。で結構古そうなんですよ。だどっかの木に打ち付けられてた藁人形がここ落ちてきたんだと。で2人とも藁人形を見るの初めてだったので、ちょっとまあテンション上がるんですけど、いい気はしないんですよね。早く行こうよ、その場を後にするんです。でなんとか登って、あすぐ降りよう、でまた降りていく。戻ってきた頃ちょっともう日傾きかけてて、くったくたになっちゃってるんですよ。あまりにもその他の人と様子が違ったのか、仲見世通り歩いてたら、そのサテンのおばあちゃんに、ちょっとそこのお疲れのお兄さんたちみたいな感じで声かけられて、休憩していったら、でせっかく誘ってもらったんでそうしますっていうことで、野立のこの席に腰を下ろしてお茶をこうもらったんですよね。で今やこうやって山道登ってきたんですよねみたいなことをおばあちゃんに話すんですね。そしたらすごくその口が達者なおばあちゃんで、一人でずっと喋ってるんですよね。いやこの店ね、私もずっとねやって長いんだけど、まあ、昔はずっと主人とねやってたんだけども、主人がもうなんか何年か前に急に亡くなってから私一人でずっとやっててね、でもお兄さんたちみたいな若い人珍しくてね、でも嬉しいわこうやってお話できてねみたいなことを言ってくれるんですね。で、あそうですかって、旅先でそういう話ができるのも嬉しいから、いくらかそういうふうに会話をして、でそれから二人はそのままこう飲みに出かけて、でその晩をほんとクタクタで帰ってきて、でシャワー浴びて寝るんですよ。その晩夢見るんです。でふと気がつくと、ものすごく深い霧の中を歩いている。で道がこうまっすぐ続いているんですよね。そこをひたすらテクテク歩いていくと、昼間見たその仲見世通りが現れるんですよ。でもその仲見世通りのカウンターのその向こう側、店の中とかに昼間はそこに人がいたんですけど、夢の中ではその人の大きさ人寸大の大きい藁人形が立っているんです。こういう風にしてそれがこうバーッと並んでるんですよ。でなんだここはと思いながら身をすくめてそこを歩いていく。するとそのお茶をいただいたお店が現れる。そこにも大きい藁人形が一つあって、その横にあのおばあさんがちょんと座っているんですよね。ふとその夢の中で自分の手に何か古い金槌が握られている。それに気がつくんです。そこでふっと目が覚めて、で、あ、これは昼間ああいう藁人形を自分がこう踏んづけてしまったせいで、それをどっかで自分がやっぱり気にしてて引きずってたから、それがこう夢としてイメージになって私のこう頭に現れたんだというふうにこの男性解釈するんですけど、そこでいやちょっと待ってよと思ったんですね。昼間のその藁人形、自分は木に打ち付けられたものが落ちてきたのを踏んだというふうに昼間思ったけれども、果たして本当にそうだろうかということを疑問に思ったんですね。落ちてきたものがたまたま地面に突き刺さってまっすぐ上に出て、その釘の頭抜かれたその状態で自分がそれを踏み抜くなんてことがあるだろうか。固定されてるように感じるんですよ。地面にまるでそれが最初から打ち付けられていたものだとしたらどうだろうか。最初から地面に置かれたその藁人形、自分が踏まされたんだとしたら、
つまり誰かがその地面に藁人形を置いて、その山道を歩いてくるたくさんの人にそれを偶然に踏ませて、それがだん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 地面に埋まっていくということで呪いを成就させようとしているんじゃないだろうかと。藁人形で呪いをかけるっていうのはものすごくリスクのある行為と言われてますよね。それが呪いがもし叶ったとしても、それが人に知れてしまったら自分に倍返しで返ってくる。だからその呪い返しを避けるために、誰かが呪いの代行をいろんな人にさせようと思って、そういうことを意図してやった可能性はないだろうか。もしそうなんだとしたら、その呪い返しを避けたいと思うほどに強力な呪いっていうのは一体じゃあどういうものなんだろう。そういうふうに思うと、夢の中に出てきたその巨大な藁人形がずらーっと並んでいる仲見世通りの光景というのも、なんだかそのただ単にその夢の中のイメージとして現れたものとは思えなくなってきてしまって、とても不気味に感じた。そういう話を聞かせてもらいました。まあ、人を呪わば穴二つって言って、まあ、呪いは必ず代償が来る、はい、多から少なから、ね、みんなでやれば、みんなでやれば怖くない違うから、まあ、実際あの十字路に、まあ、首を埋めたり、昔は人の首なのかな、でもまあもうちょっと自虐だったら犬の頭とか埋めて、でそれをなるべく多くの人が、踏み固めていくっていうために、まず十字路の真ん中に埋めるっていうやり方はあるので、知らず知らずのうちにその手を借りて分散させて、うん、それありえるかもね、はい、呪いをかけた人の存在はもう分かんないですけど、うまいこと考えましたね。確かに牛の国参りをそのパターンでやるっていうのも、それ結構いい方法かもしれないですね。だこれをもしどっかでこう聞いた人が、牛の国参りやろうっていう時真似する人とかがね、だからもうちょっと踏みやすい釘にしたりとかですよねあの踏み抜いちゃったら ね危ない、危ないから、もうちょっとなんかこうぐにゅってうまく突き刺さるような、うん、じゃあ次は、で私が、はい、はいこれもあの前半でお話しした拓也さんっていう林業の手伝いをやられている人から聞いた話なんですけども、まあ、それもやっぱり丹沢の方の山にやっぱり杉の枝払い間伐とかしに行った時なんですけど、その時は割と大所帯で10人近くいたっつったかな、トラック2台何台だかで行って、でしかも結構奥の方だったらしいんですよ。もう普通の人は来ないような山の奥の方に行って、まあ、その植林はしてあるんですけど、その杉林のところをいろいろ作業をしていたと。で午前中の作業があって、じゃあ昼飯に住んでっつって、まあ、ちょっと開けたところね、向こうの尾根とかが見えるようなところに行って、みんなでワイワイ昼飯食ってたら、一人のおっさんが「あおいあれな!」って叫んで指さしたのが、まあ、それほど離れてないんだけど、数百メートル、まあ、200メートルとかぐらいのところに向こうの山の尾根があって、でそれは斜面がひどく急なんですよ。もうほぼ崖みたいな斜面になっていて、まあ、当然杉の植林とかできないで、まあ、草木とかもそんなに生えてないようなところの本当に急斜面のところ、何かがこう這うようにしてシャカ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 って進んでるんですよ。かなりのスピードで、え、いや猿じゃないよなあれ。で何より猿にしても大きすぎるし、でもっと言えば着物を着てるんですよ。からし色の黄色っぽい女物っぽい和服の着物を着てる。で、まあ、向こうを向いてるから顔とかは見えないんですよ。その背中が見える。でその頭もちょっと異様で大きすぎるんですね。からし色の着物着た胴体とほぼ同じぐらいの大きさのサイズで、足は何も履いてないっていうか、まあ靴とか草履とかそういうものは履いてなくて、白いものが見えてるから白い靴下か、まあ、多分着物とか白い足袋みたいなものを履いてる。で手は普通にあって、でこれはシャカシャカシャカってすごいもういってるんですよ。10人ぐらい全員見てるんですよ。でそうこうしてるうちに風向きが変わってきて、ほっ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 ていう明らかに人の声が聞こえてくるんですって、向こうからこっちに。ほっ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 
ほほほほほほ笑ってんだか泣いてんだかどっちとも取れないようなうら寂しいような声でほほほほほほって、まあ、明らかにそいつが言ってるんですよ。うわって思ってたらその社長さんがあれはよくねえなーって今日は作業中止って降りるぞって言ってみんなもう今日は降りるっていうことになって車に乗ってで、その後山降りてってでやっぱり、まあ大きい駐車場のあるコンビニで、休憩みたいな感じになってていやでもさっきのあれすごかったなって結構興奮気味に話してるんですよ。あんなの初めて見たなって言ってるんだけどどうもみんなの会話聞いてるとそれぞれちょっとずつ見たものが違うんです。その拓也くんはからし色っぽい黄色っぽい着物着てるって思ったんだけど紫色だったりあとは花魁みたいな格好じゃんじゃらの髪飾りとかつけたりしたって言ってる人もいればただの人型のなんかミミズのでっかいものがグニャ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 ってなってそれは集合体になって、頭手足みたいなあのもののけ姫の冒頭に出てくるようなああいうやつがグニャ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 ってうごめいてたっていう人もいるし、その笑い声とかもほうほうじゃなくてなんかもっと別の声に聞こえたっていう人もいればなんかわらべ歌みたいなのを歌ってたっていう人もいてなんかそれぞれ言ってることが全く違うわけじゃないんだけどどっかしらやっぱ微妙に食い違ってるんですって。でもう社長が「いいからお前そんな話すんだ」って「まあ、すぐ会社帰るぞ」って言って、そのまま会社帰ってしたら事務所のところで「お前ら一列に並べ」って社長どっか持ってきたのすごいカゴみたいなの持ってでそっからザバーザバーって塩撒いてきたんですよみんなに。で撒き終わった後に肩口見ると、まあ、塩が残ってるんだけど塩に混じって黒っぽい粉みたいなのもついてるんですって。で社長これ何ですかって聞いたらあそれはどんど焼きで焼いたお札の灰だって言うんですね。でその社長はやっぱり懇意にしている神社があってその神社に、まあ、正月明けとかにあのその前の年の使ったお札を焼くどんど焼きの灰をもらってきてでやっぱりその神社で清めたお塩と混ぜたものを大量に保管してるんですね。で田川君それ聞いてこの社長はもう山でああいうものに出会うっていうことにすっかり慣れてるんだろうなというふうに思ったっていう、まあ、そんな話を聞かせてもらいましたね。全部違うように見えるっていうのは本当に不安になりますね、うん、まあ、女の人に会うっていう話はよくありますよね。着物とかなんかいるはずない女の人に会うっていうのは結構よくあるあるある山階段でああいう異界のものっていうのは、まあ、物体としてあるというよりは何かのメッセージをポンと人間がそれぞれに受け取った時にそれぞれの受け止め方があるのかなと、はい、うん、その時に、まあ、その情報源からその受け取るもんって違うじゃない。例えば一つのニュースソースでもいろんな人間例えば新聞によっても違うし雑誌によっても違うし一つのものをそれぞれ受け取ったら微妙に違うっていうのはそういうことじゃないのかな。まあ、多分確固とした物体としてあるわけじゃないでしょうから、ね、確固とした物体としてあったら同じ条件から見たらまあ同じものが見えるだろうけど、うんうん、はい、まあ、そういうことではないんでしょうね、うん、それぞれなんか違うカメラで撮影するみたいなので、うん、それそうね、うん、それぞれにちょっとずつそのフィルターとかに見えるかそういうことかも分かんないですけど。そろそろ夜が明ける時間だ。宴はこれでお開きにしよう。また来年とっておきの山の階段を持ち寄って朝まで語り明かそうではないか。グッバイ。グッバイだ。グッバイ。もうちょっと威厳のある言い方が、ね、ありそうな気もしますけど。ハトですね。階段の日がじゃあ毎年あるっていうことなんですね。そういうことですね。そういう祝日みたいな。また来年ですね。来年ね、1年後に。